ようございます。寒いですね。はい、本日はちょっと南房総の方にですねツーリングに行こうと思います。今日はソロではなく少人数でもなく、うるせえな。今日はねちょっとね大人数なのでね、いつもと違うツーリングを楽しみたいと思います。はい、まずね廃屋を満タンにいたしますと。はい、2.62リッター445円。高い高いでやんす。キャップキャップ見てよこのタンク、ボロボロっすわ。でここに8時半出発できるように集合と聞いておりまして、はい、なのでちょっと待機ですかね。はい、じゃあ揃ったので出発したいと思います。ありがとうございます。はい、ちょっと三里さん、うまくいかなくて、はい、はい、
箱根駅原。着いた、寒い。あー寒い。怖くないですか、これ。なんかすごいな。乗っちゃえばでも乗りやすいな。うん。やっぱこっちの方が乗りやすいよね。あ、本当ですか。と思うよ。足するもんだね。足するんですか。足するする。あ、楽だね。楽だね。寄りかかれる、この持ちで。荷物あればね。多分これが一番楽だと思う。そんなことない。いや、そんなことない。そっちの楽だと思う、俺は。結構これもさ、開くじゃん、脇が。こうやった方が多分全然楽だよね、やっぱり。でも全然50キロぐらい行くで。あるでしょ。あるっぽい。そうです、下の方だもん。うん、多分ね。これ俺みんなに言っとかないの。これかな。富山、富山インターチェンジ、富山なんとか南富山。何南だろう。読めねえ。読めないね。なんだろうこれ。どうだった。いや、多分これだわ。ちょっとションペンを。なんかさ、速度変わるんだよ。ほら、すぐ来た。あ、切れちゃう系。ほんとだ。なんかあれだね、これが悪いんだ。テープで、ま、なんか固定するしかないね、こうやってね。これね、うん、なんか、あ、入ってたんですか。いや、なんか接触があれで、多分オフの時通っちゃったんで、はい。あ、そうですか。入り口でなんかエラー、まあ、エラー分かんないですよね。そうですね。ヘルメットかもしれない。これなんか接触悪いんだけど。いや、もう買い替え時なんだよ。いや、買ったばっか、石井さんから買ったんだよ。そう、買ったばっか。そうだよ、だから売ってきたんでしょ。石井さん買ったばっか。分かりやすい。通りで。一発指導行きます。
うん、マフラーの手が折れちゃってるって。今針金で結ぶって。よかったね。ワイヤー持ってきた。いやもう準備だけはしっかりしてから。さっきカラカラ言ってたからね。だいぶ違うでしょ、これ。当たり前です。ベンチあんだね。あ、あと。こんなに怒ってるなんだと思った。そう並んでんね。すごい。見えるか。グループで来る人はこういうのが必要ですと。ピントが合わないね。ああ、いい匂いする。どうですか今の心境は。早く食べたいですね。買ってみたってことでね。うまそうだな、チリペーニうまそうだね。あ、うまそう。数量限定。あ、何なの。ハラペリチーニでしょ。チリペーニ。失礼な、あれだよ。バーガーが4つ、アボカドバーガー、チーズバーガーが6つ、ポテトが2つ、袋3つになってます。はい、はいですよ。はい、ごめんなさい、どうも。いいよ。いいよ、これ。やば、でかでかいよね。わかんないだろうな、このでかさ。あー、分かるよな、分かんないよな。あとお前の顔のやつ分かんないからね。まだ半分あるもんね、嬉しいな。あー、ちょっと本当はね、これからラーメン屋さんに行ってね、海沿いを走りながらラーメン屋さんに行くはずだったんですけど、ビンゴバーガーでねお腹が満たされちゃったんで、ちょっとオーシャンビートルっていう浦和岩槻にあるバイク屋さん、ハーレー屋さんに向かいたいと思います。あー、お腹いっぱい。